ですか。はい、お願いします。見てもいいね。直接教えてもらってっていうのはないからね。太陽ちゃんが最後ですかね。夏くん。ああ。そうなの、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。大事に使わせて。はい。でもまあまあ、まあ、失敗するときはあると思うけど。はい。練習します。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。中西桃江って私の付き人だったんですよ、前女時代で。今マーベラスになって、今桃の美桜が私の付き人やってくれてるんですよ。でそういう話を美桜が入ってきた時にした時に、自分実はって言ってこの技使いたいっていうのはずっと聞いてて、そんで桃に、中西桃江に言おう言おうと思ったけどなかなか言えなくて、この間のスターダムさんで久しぶりに会ったので直接聞いたら、あのぜひ来てくれるっていうので、それで、そうです。やっぱ直接教えてもらう、その技を使ってた人にっていうのが大事だと思うので、見た目でこう見てこの技いいなと思ってその人が考えた技を勝手に今やるのもいいんだけど、やっぱ直接教えてもらった方がいいじゃないですか。まあ、それをやってほしかったのでできてよかったです。あとはもう身を次第。その直接この間のスターダム武道館の時に初めてお会いして、直接お願いしてくださって、でモモのモモラチね、ちょうどいいから、あもうどうぞ使ってください、あれこちらこそありがとうございますという感じです。私はこんなね15年前
退した人そのまた動画を見てくれて感謝ですよ。あの小さいけどすごい今一つ一つ腕も足も結構太いから全然まあ桃らちに関してはあと入り方のキレのみで全然ものにできると思うんで、うん、小さい分多分何倍も人より練習してると思うし、スタミナはみんなよりあると思うし期待大です。応援していきます。そうちっちゃいからこそやっぱりスピードとスタミナは人の何倍もないとやっていけないんですよね。だからすごいしんどいと思うけど、ここだけは落とさないように。もうパワーなんかで負けちゃっても全然いいと思います。絶対リング上で力比べとかはもうせず、どんどん、ね、大きい人を振り回すのがその自分の、ね、味なんで、その何のために自分が小さいのかっていうその自分の役目を考えて、自分の味をどんどん出していく、合わせなくていい人には、自分は自分で。だからもう本当にしんどいと思うけど人の何倍も練習積み重ねたら必ず、今よりももっと花が咲く時が来るんで頑張ってください。もう自分の思ってるままの方でした。なんかみんなの前では言わなかったですけど、中西さんが自分の憧れ理想とする方です。まあ名前もね、ももらっちっていうのでもものみよの名前と合ってるし、ぜひこれを自分のものにしたいなっていうのはずっとずっと思っておりました。重さは感じます。だから逆になんか口にそんなにできなかったし、動画でこう見比べてみたら全然違くて、分かってるんですけど何回やってもできないから、でも逆に自分はこうやってまた明日から今日からでも練習できることがあるっていうのが、目標があるっていうのがものすごく嬉しいです。対抗戦が始まって橋本千尋に自分は勝ちました。勝ったけどそれって、まあ、マグレットも言われるじゃないですか、きっとたまたまだし、いつもじゃあ同じ切り返しができるかって、それを見破られないでいられるかって言ったらそうではないと思ってて、まあ、橋本千尋だったりダッシュ千佐子だったり、自分はその人たちから勝たないと意味がないと思ってるので、ちゃんと今日教えていただいて、全然まだまだ本当にまだまだなので、きっちり磨き上げていきたいなと思いました。言うならばそれで取ります。橋本千尋からももらっちで3カウント取ります。